津波警報の発令に伴い、東名高速道路や JR 東海道線は静岡県内で通行や運転が見合わされ、東海道の交通の大動脈が分断されています。走っている車は1台もありません。電車も全く走っていません。静岡県内の東名高速道路は、海岸沿いを通る富士インターチェンジと清水インターチェンジの間で、上下とも午後1時から通行止めとなっています。またこの区間を並走する一般道の国道1号も富士市と静岡市清水区の間で通行止めとなり、東西の交通の大動脈が分断されています。また JR 東海道線も午後1時半から富士静岡駅間、浜松豊橋駅間で運転を見合わせています。